ドライブや車中泊であると体が休まるのがクッション。そのクッションも一工夫すると特別なアイテムになります。多機能寝具千鳥ちゃんは展開すると膝掛けや掛け布団としても使える便利アイテム。クッションのファスナーを開くと膝掛けに早変わり。ドライブで少し肌寒い時はこういうの重宝しますよね。一回り大きな市松くんなら車中泊時の掛け布団に最適な大きさ。綺麗に畳めばクッションに元通り。車内で邪魔にならないし、車に常備してたら女性に嬉しいアイテムですね。多機能寝具千鳥ちゃん、広げれば膝掛けや掛け布団になっちゃう画期的なクッションです。